皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。マリオギャラクシーやりましょうか。さてさて、ロゼッタかわいいね。今日は、前回オープンした新しいエリア、あっちですね、バスルームってところにね、行って、そこのギャラクシーを攻略したいと思います。前回なんかすごくね、特殊なギミックがあるステージだったんだよね。めちゃくちゃ大変だったな。さあね、その新しいギミックが満載のバスルームの中のギャラクシー攻略していきましょう。よし、クッパはね、一体どこにいるんだろうね。よいしょ。さあ、今スターの数は11個です。さて、オープンしたのはこれかな？新しいギャラクシー発見しました。星を見つけるためにどんどん遠くのとこ行けるようになるんだよね。ボスは15個だね。これなんだこれ？トライアルボールギャラクシー。ゴルフだこれ、ゴルフ。行ってみよう。マリオね、マリオギャラクシー、ほんとなんかいろんなミニゲームがあるんだよな。なんかハテナブロックのやつはなんかほんとミニゲーム系な、ねえ、1個だけしかないやつかな。タマコロの不思議な旅、行きましょう。たまたまコロコロ行きましょうか。へい。あー、出た、星だ星。これ昔さ、ウィーリモコンを縦に向けてなんかやんなかったっけ。おお、これ多分ね、コントローラー傾けてやるやつやぞ多分。やべ、もう全然覚えてないぞ。行くぜ。ちょっと待ってね、呼んでみようか。ヘイヘイ、このタバコを飲むなら看板様の話聞きな。じゃあまずジャンプしてタバコのレア、おいえい、乗ったよ。よし、乗ったな。右下のガイドのように構えろ。はい、上に向けるんだね、ハイコントローラー。オッケーオッケー、それが基本姿勢。この姿勢から傾けていけよっていう。はい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 、オッケー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 。難しい、 B ボタンでジャンプだ。邪魔するやつは踏みつぶせ。まあ、習うようになれたんだ。さあ先行ってみろーって。だってよーし。まあ普通にね、なんだろう、コントローラーを縦に持ってそのままね、おーっとこうやって進んでいく華麗なゲームですね。コイン取れるだけ取ってみようか一回、ね、もちろん全部取れないと思うんで。危ないな、敵踏んでね、出ていっちゃうとこだった今。わー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 。さあこれでコイン取って落ちましょうか。ストーンホールインワン。もう、あばい、マリオ、マリオ、落ちないで、落ちないで、あー、マリオ、危ない。なんでの、なんでマリオの元気やで、それ。不思議。マリオってすげえなー。さて、さて、さて、うおー、やばい、やばい、これ、ポインターは無理だな、ぶっちゃけ。で、これで敵やばくない？敵やばいって、マジで、これ。よし。これ何？うおー、ディ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 ってやつ、これ。いや、待て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 。待て待て待て、危ないよこれ、むずいよむずいよこれ。なんだこれは、ガチめにむずいよ。ちょっとコイン全部取るのは諦めますねこれ。でもね、俺はこのワンナップは取りに行こう。へい、めっちゃむずいこれ。よっしゃー、オッケー。これ皆さんね、簡単よの簡単そうにやってるように見えますか。皆さんクソむずいですよこれ。傾きだけで攻略するので。うわー、やめてくれ、許して。よいしょ、うれ。ねえ、ちょっとのミスで終わっ、わばばばばばば。長くないっすかこれ、右が左どっち行く。みんな簡単な右ルートか、ちょっと難しそうな左ルートか。まあ男は黙って左ルート。いや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 、むずい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 。なんでそれ、嘘でしょ。あれ、ひどいよ、坂道落ちるよ、なってる。うぅい、さっきのとこらへんまで帰ってきたんだけど、これむずいよ、やっぱ。これで、R ボタンを押してポインターリセットして、うまいこと、で、よいしょ。あぶ、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 よしよしよし。このポインターで、回収するって やり方じゃないと、たぶん無理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 。あー、行き過ぎ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 。入ろう。よし。おお、やった。さあこれでゴール。いやマジでむずかったここ。でも見て、右下のね、スターピースの数184個、めっちゃ集まったよ。イエーイ、マリオくんナンバーワン、勝ち待ち。というわけで見事スターゲットだぜ。1個目からいきなり激戦だったわ。トライアル、お試しなんだよね、これでも難易度的には。はい、卵の不思議な旅のスター獲得でした。逆色プレイダウン、嬉しい。
600個またたまったね。さあ、新しいギャラクシー発見しました。12個から行けるとこだね。オープンのはこれか。新しいギャラクシーよ、こっち。なんだここは。ん、バトルロックギャラクシー。いかにも戦いが始まってしまう。戦いの岩です。行こうマリア、戦いの舞台へ。さて、ここですね、巨大要塞現る。やばいぞマリオ、ね、大変な戦いだ、頑張ろうな。ででん、うわー、見て、砲台がめっちゃある。キラーの砲台をあそこに当ててね、攻略していくっていうようなステージだろうね、これは。いや、難しそうだぜ。さあ、やっていきましょうか。さあ、まず見て、青いやつがめちゃくちゃあるから、これをたくさん集めていくのかな、青いかけら。よし、へい。なんかここのステージあれだよね、メットの姿もなんか変な感じだよね、ほんと。さあ、これ裏面もいけますよっていう、このゲームの優しさですね、優しさ。いや、これね、ほんと反転した時の操作がね、結構ね、変わったりするので意外とむずいんですよね。これ何この UFO くん、何これ。おわ、変なやつだなおめえ、やんのほら、ね、おい。さあ、みんなやっつけちゃったよ。変な星のせい、星のせいじゃない、なんだ、宇宙人。さあ、宇宙人さよなら。さあ、次こっち。おお、カメラワークがね、やっぱコロコロ変わるからね、やっぱ重力とかに応じて。よし、さあ、5個ゲットしたら、おお、スターリングのね、周りに、イエーイ、できたね。よっしゃ、飛んでいこう、ヤフー。さあ、またな、来たね、ここどけ。さあ、メット君、でもシリーズでも異色のメットと思ったけど、これクリボーが兜とかぶってるだけか、このこやつって。で、ほい、さあ上へ。で、む、なんだこれ、なんもない、これ何これ、ぐるぐるぐる、あー、ネジ回すと、あー、ららららららら、電気がすごい、待って、動いてる、これよく見たら、すごいすごいすごい。これキラーと思ったらキラーじゃないな、砲台は変なやつ。裏面も一応いけるんだね、これは。あ、表と裏を駆使して避けながら進んでいくって感じだと思う。あ、痛い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 、これ攻撃できなかった。回復。いや、はなんかオタキングの攻撃みたいに跳ね返せるのかなと思ったんだけど、ほらこれ見て、上と下を切り替えていけ。うお、電気もいっぱいあるから見るとこあるぜ、頑張れよっていうコースター。これ大変よー、みんな。よし、あらららら、待って、見て、すごいすごい、ありがとうありがとう、スターピースありがとう。よし、死にたい、くっそー、こいつら覚えとけよー。やー、危ない。今のビビるよ。さあ、下は大砲、うわー、やべ、体力なくなっちったんだけど、これまずいよ。待て待て、いや、これね、意外と、うわ、マジでか、避けづらい。うん、おやすみ。さっきのとこあたりがこの辺かな、ね、なんだかノーダメで今度来ることがあれ。言ったら食らうよってやつ。よし、さあ、ここからが本番だ。さあ、スターがね、今欲しいわけなんですけど、どうやってゲットしたらいいんだろう、これは。ウェイ、ここに多分キラーが今いたよね、ほら、来た、キラー来い。イエーイ、キラーくん、こちらへ来たまえ。早く来て、キラーくん、キラーくん、ありがとう、キラーくん、ちょっとずつ、ちょっとずつ行こう。痛い痛い痛い、俺に当てちゃダメだ、キラーくん、キラーくん、俺はいいやつだからね。え、待て、あぶない、べべべべべ、最悪なんだか。裏面来た、裏面、待って、裏面、おわ、来た、裏はワンナップ。待って、これでもう俺は死んでもいい。ダメだダメだ、死ぬのは良くない、死ぬのは良くない。キラーくん、キラーくん、キラ君、キラ君、このバネを頼む、バネを。キラ君、キラ君、すごいいい動きするのはわかる、すごいいい動きしてるのはわかるが、待て、落ち着け落ち着け、キラ君、キラ君、落ち着いてくれ。キラ君、そいつじゃないんだ、こっちこっちこっち。いや、でも1個壊しといた方が楽ちんか。オッケー、さあ、これでまずはバネボーイーンと。え、これはスピンジャンプいるね、わお、嬉しい、たくさんのスターピースゲット。さあ、もうあそこのスターピースはもう諦めてね、あれ。キラー君、もうここ壊しちゃったからね、もう遮るものは何もないよ、ここ行っちゃって、弾けと。よし、いや、ここマジで難易度高々のね、えげつなコースでしたね。 OK ということで、
見事攻略完了、バトルロックギャラクシーでした。はい、いやなんかね、ほんとバスルームになってからガチで難しいよこれ。あれ、ロゼタのとこ帰ってきた。ってことはなんかイベントがあるのかなこれ。へい、13個目です。スコア更新、やった、800個超えたね。1000個いきそう。宇宙の台風いたずらコメットが現れた。何それ、いたずらコメットって。いたずらコメットはギャラクシーを全く別の世界にするんだ。どういうこと。いたずらコメットでわからないことがあったらそこのコメタチコに聞いてください。コメチコね、コメチコ。さあ聞いてみましょうか、コメトチコ。何それ。はーい、プルルンププルリンプルリン、いたずらコメットのことなら僕にお任せ。今日どうしようか。え、教えて。何それ。いたずらコメットはギャラクシーを違う姿に変えてしまう厄介者さ。レッドコメットはいられる時間が決まってる。デスコメットは体力が1になっちゃう。シャドウコメットは分身と勝負。クイックコメットは敵の動きが速くなる。あとは行ってみてのお楽しみだって。なんかテラスにね、赤いコメットみたいなマークがついてたんだよね。見てみようか。多分ね、レッドコメットがね来てるはず。行ってみましょうか。はあ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 、エクプラネットギャラクシーにレッドコメット襲来。行ってみようか。赤いコメットちゃん、いられる時間が決まってるだったっけ。タイムアタックってことなのかな。レッドコメット飛来中。このアイコン好き。何これ。タイムアタック、卵の星のディノパックン。行きましょうか。タイムアタックだってこれやべえじゃん。俺の全力見せちゃおっかな。行くぜ。うわー、あそこがどうやって行くんだったっけ、覚えてる。俺覚えてないな、さすがに。いや、ここの上の良いのかな、とりあえず。で、2の3、はい。さあ3段ジャンプでサクッと上に乗って、今めちゃめちゃうまいよ今のとこ。今あれ、ここじゃない気がする。ここじゃない気がしてきた。ここじゃないな、さすがに。これあれあれ、ルートが違うぞ多分。これ違う。これは違う。これは違う。いきなり大失態ですよこれ。ねえ、なーにがタイムアタックの王者。よし。え、これってどこだっけ。なんかどっかから行く。あ、これかな。ねえねえ、よいしょ。ほい、飛んでけー。多分こっちで合ってんのかな。え、合ってるこれ。よし。さあチコのところですね、ここは。うわ、めっちゃ沼ってる沼ってる沼ってる、痛いよ。ここ沼ってるところをうまく避けながらで、ワン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 進んでいくコースでござすね、ござす。オッケー。え、やばい。え、もうあと3分しかないの。え、待って、思った以上に短くないこれ。で、思った6倍ぐらい短いんだけどこれ。さあすぐそこに新しい星さんが生まれました。行きましょう。イエイ。え、もうボスだっけ。まだあるよね。なんてこった、これ。呪文、むし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 。で、君だったらしか倒すべきは。ねえ。俺死ぬのか、大たら。大たら、お前死ぬのか。イエイ。待って待って。ここなんだっけ。あ、あそこのパックフラワー倒すとこか、ここは。よし。さあ、入ろう。え、違うかな。え、合ってるこれ。いや、全然覚えてないな、ここ。よし、4つ。なんかね、別のルート行ってる可能性もね若干あるんだけど、まあ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 、それでもね、ダイダライズゲームうまいだから大丈夫です。よし。さあこれで全部押すと、ババボン。よし、できた、道ができたよ。ほれ、ヤフー。どこ行くのこれ。おお、裏面に帰ってくるだけ。あれ、これってなんか絶対違う。合ってる。いや、合ってるわ。ごめん。合ってます、合ってます。大丈夫です、皆さん。俺を信じてくれ。いや、いい。あと1分ちょっと残ってる。あ、来た、エッグ。エッグ来たよ、エッグ。さあ、ボス戦ですね。1分半以内にボス倒せって感じ。倒すぜ、ほら。どうえ。あ、ムービー中は時間止まってる。優しいマリオだ。さて、これあれだっけ、後ろのやつ叩くんだっけ。さて、ディノパックンだ。ガオー。さて、こいつはね、後ろ回ってペットするだけですのでね、まあ、特に脳みそ使うこともなく倒せるでしょう、多分。おお。こうやって後ろ回ってドーンってね。
はい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 、どうも。はえーはえー、ちょっと避けてフィッていくだけだからな。まあ簡単でしたね、イエーイ。いや最初のね、やっぱあの土管入っちゃったのがいけなかったな。そこのルート全く覚えてなかったのがね、俺の範囲でした。あ、時間ここも進んでるんだ、びっくりした。よし、さあレッドコメット、いたずらなコメットのねやつ、これ完了。これステージによっちゃすっげえ苦労しそうだね、タイムアタック。多分ボス系がねほとんどタイムアタックになるのかなって思うとちょっと怖くないっすか。ちょっと怖いよね。俺もブルブルガクガクしてるよ今。はい、それでは今回ここまでにしましょうかね。同じステージでもね、なんかコメットがやってきてバーガラーっと変わってきたりとかするので、まあ結構長く遊べそうな感じはしますよね。そうなんですよ、マリオギャラクシーって結構長いんですよ。まだスターは14個です。ボスがね確か15個で次のボスが出てくるはずですので、次回またボスかな、行ってグランドスターゲットしに行ってみましょうか。次は3つ目かな、意外とペースでも早い気もするな。おーし、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。おつぽよです。バイバイ。